こんにちは、森です。サブチャンネルで、ね、ゆるく撮っていきたいと思うんですけども、今日はね、旅行をする際にこれは絶対おすすめだなという商品を紹介したいと思います。これはね、ただ誰かに依頼されて紹介するっていうことじゃなくて、僕がもう半年以上ですね、もう旅にずっと行って使ってて、いやこれは絶対にあった方がいいなと思うものを紹介させていただきたいと思います。で、その商品がですね、これ取り出すんですけど、このホリックのパックバックプラスっていう商品なんですよ。今ハワイにいて商品入れてるんでこんだけ膨らんでますけど、これがすごくいいんですよ。一言で言えば圧縮袋ですね。洋服とかを入れる圧縮袋です。それがかなり品質良くて、こういうね、普通にポーチとしても使えるんですよ。これもいいポイントで、旅行先で、まぁ、ちょっとだけ荷物入れて移動したいな、みたいな時に、わざわざカバンをね、とかポーチを持っていかなくても、このホリックのこのパックバッグだけ持ってきてれば、まぁ、それをそのまま使えるというわけですね。だからまぁ、服を入れていくんですけど、旅行先でそれを抜いて、バッグとしても、ポーチとしても使えるということですね。でですね、これが、今僕、まぁ、こっち側には下着系を入れてるんですよ。靴下だったりとか、パンツだったりとか、まあ、そういったものを入れてます。で、これいいのは、まあ、例えば温泉とか行くときに僕よくこれ使うんですけど、ここにパンツとなんか着替えとかタオルとかを全部入れて、でもそれでもなんかちょっとこうね、ちっちゃいから入りにくいと思うじゃないですか。でもここの真ん中に圧縮を外すファスナーがありまして、これを全部開放してあげるとかなりでかくなるんですよ。わかりますか？かなりこうでかくなりました。で、これぐらい広くあるともう結構いろんなものを入れれるんですよね。普通に本当にちょっとしたカバンとして使えるようになってます。これがいいんですよね。で、圧縮したいときはまたこうファスナーを締めてやればいい。で、ちっちゃい方のサイズでそんな感じ。中もね、ちょっとこれ今下着入ってるんで、細かいところはね、この商品のページを見てほしいんですけど、いろいろ入れれるようになっています。ポケットもたくさんあって、この大きい方もね、同じような形なんですよ。こう真ん中開いてかなり広げられますし、このサイズがまた良くて、ちょうどシャツをこう畳んだりとかした時のそのまま入るんですよ。パソコンですね、これも旅行先行って、まあ、ちょっとだけ出かけたいと。で、本当はね、着るリュックもいいんですけど、まあ、ちょっと着るリュック着れる季節じゃないとか、ちょっと着るリュック持ってないとかっていう人はこうやって普通に背負うことができます。背負ってパソコンも入れることができます。で、生地もしっかりしてるんでね、パソコン入れても多少大丈夫です。で、こんな感じでね、服をもうそのままこう入れることができるんですよ。このままですよ、畳んだそのまま入ってる。で、ポケットもね、いろいろあるんで、普通にカバンとしても使えるんですよ。で、これも服がめちゃくちゃ多くなって容量足りないよっていう時は、真ん中を開けてあればもうかなりの量入ります。はい。で、これも、まあ、銭湯行ったりとか、まあ、ちょっとだけ出かけたい時とかにも使えるから。で、しかもダサくないじゃないですか。おしゃれじゃないですか。この紐なんかも結構デザインされててすごいおしゃれだし、品質もすごい高いんで、これはね、結構いいねしますけども、これ1個持ってると毎回の旅がめちゃくちゃ快適になると思います。これはね、本当に、いや最初すぐにお勧めしたいなと思ってたんですけど、でもやっぱりなんか使ってみて、なんかすぐ破れたとか、意外と使いにくいなとかってあったら紹介しないでおこうかなと思ったんですけど、もうずっと使ってます。もうこれが逆にもうないと旅できないぐらいの感じになってます。なんでこれすごいいい商品だと思います。悔しいですね。僕が本当はこういう商品作りたかったっていうぐらいなんですけど、非常に考えられてて、まあ、このホリックさんのコンセプトも旅しながら働くみたいなコンセプトなんですよ。なので結構僕の考え方とも近くて、このホリックさんともなんか今後はね、いろいろなんかできたらなとは思ったりはしてるんですけど、いや本当にいい商品です。おすすめです。ぜひページ見て検討してもらえればなと思います。僕はもう本当にこれは絶対おすすめです。以上です。